みなさんこんばんは。こんばんは。現在時刻は9月11日金曜日22時12分です。配信が終わりました。はい、はい、毎週金曜日一緒に配信を行っている入江彩乃さんです。こんにちは。やっほー、やっほー。なんとかね、こののどかのあの YouTube チャンネルには、いや、なんとかというか彩乃さんしかね、まだ遊びに来てそうだよね。今遊びに来てくれたことありますって言おうとしたけど、うん、むしろ彩乃さんしか来てくれないよね。こんにちは。そんな彩乃さんです。どうしよう、じゃあ自己紹介でもしてもらおうか。はい、皆さんこんにちは。北海道上富良野町出身、声優役者やっております入江彩乃です。現在はですね、女優によるプロレス団体のアクトレスガールズでプロレスラーとしても活動しております。よろしくお願いいたします。お願いします。嘘でしょ。お願いします。それのね、今日都合上いつもの距離感違うから、うん、びっくりしちゃった。橋本のどかののどかのは、前回もそうだったんだけど、ちょっと俺のスケジュールの都合で、正規の撮影スケジュールで動画が撮れていないので、急遽 LINE ライブの彩乃ちゃんを捕まえました。そう配信終了後に急遽撮る。私も捕まった側。捕まりました。みんな捕まってる。そう、あなたも捕まった。そうだから、彩乃には事前に言っておらず、急に撮るよって言って、びっくり、事前に言ってって思ったで、何しようかなと思った。特に企画ないのさ。だからだよね。そう、だから、まあ前回もだったんだけど、雑談。まあね、そういうのも大事だよね。でも水曜日は一人で雑談したから、そう、今日は二人、彩乃ちゃんがいてくれて心強い。そうだから、どっちかっていうとちょっと彩乃にフィーチャーした。フィーチャー。そうで、なかなかさ、そのまあほら、彩乃も自分で LINE ライブをやってたりするじゃない、うん、タイトルは入江彩乃の魅力がすごいよ、略してあやみりょう。おう、まあ、あれは不定期でね。不定期です ね割とでも深夜やってるやるときは毎日やってるよね。だいぶね、うん、そうだね、うん、だからそれを、なんだろう、見てる人はある程度知ってるかもしれないけど、まあ、ちょっとその、なんだろう、プロレスの部分をちょっとフィーチャーして話していくっていうのもありなのかなって急に思ったんで。急だね。そうで、急だよね、うん、プロレスやり始めたのって何年前から？そう、もうちょっとでデビューして2年。怖い時の流れを感じるよね。もう2年になるのね。そう、10月28日がデビュー日なんですけど、うん、もう2年前になるので、始めてからもうほんと3年ぐらいですかね。でもさ、もともとは、うん、女子プロレスをやろうなんて気はなかったわけでしょ。まず私、一切合切プロレスの世界を知らなかったので、うん、まずプロレスとはみたいなとこから始まるし、うん、なんかスポーツはやった？水泳とスキーと、あと中学卓球部でした。おー。でも、あの運動神経は本当にないので、まあ多分プロレスをね、見てる人はね、あ、運動神経悪いなっていうのがちょっと垣間見えてるとは思うんですけど、うん、本当に私運動が苦手だったんですよ、うん、それこそマット運動とかも苦手だったし、倒立とかできなかったし、もうねえねえって言ってもそれね、本当にできなかったんです。うん、それが今、でもこんななって、うん、なんでやろうと思ったのかっていうね。まあなんか最初社長からね、うん、なんか飲みの場でお前は飲みの場なんだ。そう、飲みの場でお前はプロレスラーになるって言われてた。あ、一緒にいなかった？なんかいた気がする。いた気がする。しかもそれが私たちなんかなんとなくの初めて、なんかこう、うん、なんかね、ね、何人かいたじゃん、あの時。あ、そうか、その時まだのどかの方は始まってなかった。そう、彩乃ちゃんがちょうど始めるぐらいの時にのどかの方が始まった、うん、そう、ちょうど練習始まりとのどかの方が一緒みたいなぐらいだったじゃん、うん、で、その前なんかの後の
お食事会にて、お前はプロレスラーになるみたいに言われて、何言ってんだかこの社長はと思ってたら本当になんかあのお話がこういろいろ進んで、ちょっと一回試合見に行ってみないみたいな、あれあれ本当に進んでるぞと思って、でも行ってみますって言って行ってみて、あなんか今まではすごいもう怖いもの、危険な、危険っていうかもうすごく大変なものとして認識してたから、でもなんかすごい見に行ってみたらなんか惹かれるものがあって、うん、なんかそのかっこいいなって思ったし、うん、なんかすごく応援する気持ちもすっごいうわ頑張れみたいなのもあったし、なんか惹かれたところがあって、で実際にちょっとやってみないって言われた時に、うんうん、まあ、社長の言ってることにね、あの首を横に振りたくなかったっていうのが正直ありますけどやりますって決めて始めましたね。お、はい、やり始めやっぱしんどかったでしょ。めっちゃしんどかったですよ。どうだった？それまでこうやってこなかったこと、うん、そうだって全然まず知らない世界だし、うん、なんだここはなんだここはみたいな、何もかも知らないみたいな、もう何年ぶりの前転みたいな感じですよ。そっか、前転から始まるの。そうマット運動とかもするんですけど、もう何年ぶりみたいな、で今までやってこなかったとかやれなかったことにもやらなきゃいけない、倒立前転とか、うん、無理無理って思ってたのがもう今はねやってるわけだから、うん、なんかそういうのもちょっとずつやれるようになってって、あったよね倒立できるようにならないとみたいな時期、そうあったの。もういろんななんかこう試練をちょっとずつちょっとずつ乗り越えたってのありますかね、うん、そうで、そういうのをさ、のどかはさ、まあ現場は知らないまでも話には聞いてたわけじゃん、うん、大変だ、そういうのをどうよ聞いてて、うん、なんか本当に私は近くで見てるからこそ一番尊敬してるというか、ずっと言ってるけど本当にかっこいいなと思うし、だからこそデビュー戦見に行った時、そう見に来てくれたんですよデビュー戦あの時はもう本当に何だろう、なんか先輩とか相方とか、なんかどこのポジションから見てるのか分かんないけど本当に会場の誰よりも緊張してたし、うんし、もう綾乃タンが名前呼ばれて入場してくるじゃん、うん、その前からも次綾乃タンだと思ったら涙が止まらなくてずっと泣いてんだよ、ずっと泣いてるの横で泣かなくなって、うん、でも綾乃タン名前が呼ばれた瞬間バーって泣いてるだから俺もその時いて横で大爆笑してたで、まあ横にいたわけって、うん、でも名前呼ばれるなんかもう来るっていう瞬間からもう泣いてる。でもね見に来てくれてすごい嬉しかった、うん、初めて私がプロレス見たのはそれが初めてだったから、うん、なんかもう本当に私も衝撃だったし、うんうんうん、かっこいいなってすごい思ったし、もう一回に見に行きたいんだよね。ちょっとねその時よりはやっぱり私もちょっとぐらいは進化したから、うん、進化をねちょっと見てほしいなみたいなのは確かにあるかも、うん、でもなかなかねこうスケジュールも合わなかったりとかさ、結構配信とかぶってたりする、そうなのよ、金曜日とかね、月曜日、水曜日とかね、月曜日とかね、タイミングかぶってるからそう、いつかねまた見に来てほしい。なるほどね。じゃあそのじゃあ半年間そのいわゆるなんていうのか稽古、うんうん、する期間があって、でデビューが決まって、うん、でまあでそのデビュー戦見に行ったわけじゃない、そのやっぱデビューする時の感じってどんな感じ、うん、なんか今まではそれこそ練習生として見られていた部分がこれからも一選手になっちゃうから、うん、一個もう上のレベルで見られるって言ったらいいのかな、うん、なんかこうちゃんとプロとして 見てもらえる、うん、でも見られてしまうっていうなんかプレッシャーみたいなのもあって、そのできないことを今までは練習生だからって見られてたりとかしたけど、もうプロなんだからできて当たり前って見られるし、こんなこともできないとダメだみたいなのもあるから、そこに対するすごい重圧はあったし、なんかこうプロとしてどうしたらいいのかとかもすごく考えたりとか、こういうのこともできなきゃいけないよなとか結構重圧は感じましたかね。でもやっぱりそのなんだろう、呼ばれてリングに立って、うん、紙テープがわーっとくるじゃない、うん、あの瞬間ってどう、なんかあれって結局なんだろ
デビュー戦は特にお祝いみたいな、うん、デビューおめでとうの気持ちも多分入ってると思うんですよね。で一生懸命それを巻いてくれる人がいて、まずその紙テープを、うん、その巻いてもらったものをまず配ってくれたりとか、うん、こう投げてもらえませんかっていうお客様のやり取りがあったりとかで、実際に投げてくれて、あれを見た瞬間私も本当になんかうわこんな景色見させてもらえるんだって思って、うん、すっごい自分でもやっぱ感動して、なんかたまらないものがありましたね。紙テープって実際私もあなたの試合で投げるために巻いた、うんうんうん、投げながら巻いたんですけど、本当に大変な作業でね、あれって大変だよね、あれね、一個ずつ芯取って巻かなきゃいけないんだよ、うん、それをこう試合会場とか行くとね、ちゃんとあやのたんのこう巻い投げてくれませんかっていう紙を入れて、うん、袋に入って配ってる人、ファンの方とか見るとありがたい、もうなんか持って帰ってきたデビュー戦のもうなんか投げられたのと、その投げるために配ってくれた紙とかを持って帰ってきて、今も大切にしまってある。だからもう100均とかで見るあの紙テープをただの紙テープと見れないから、ね、もう見えない新鮮なものに見えるからやっぱね、あれは愛情がこもってるなって思いますね、紙テープには。うん、であれをやっぱ衣装とかも作るわけでしょ、うん、であれもやっぱりこう自分でこういうのがいいとかっていうのは出せるの？自分でも、あれは全部自分で考えました。めっちゃ可愛いよね、あなたの衣装、うん、なんかコスプレ妥協したくなくて、うん、なんかその自分でまずいろんなとこからデザインを引っ張ってきて、自分なりにデザインが起こして、うん、その衣装さんとの打ち合わせの時にこうこうこうね、ここはこうしたいんですけどできますかね、ここはこういうステッチみたいに入れたくてとか、うん、それちょっと難しいかな、どうにかなりませんか、まあなんとかみたいな。一番のこだわりはどことかあるの？生地かな。生地、うん、それを着た人じゃないと分かんないで、生地選び結構してるよね。なんかやっぱただそのいい、なんかデザインだけだったらあれなんないけど、うん、その水玉を使ったりとかチェックを使ったりとかしましまを使ったりとかレースを使ったりとか、なんかいろんな私の好きな生地を詰め込んだ柄とかを詰め込んだコスチュームだから、今新しいコスチュームを考えてるんだけど、あれがなんもうお気に入りすぎて次のコスチュームがね浮かんでこないの、デザインが。そっか、詰め込んだからこそのあのボリューム感なんだね。そうだね、うん、そっか、あとでも丈夫じゃないとダメだもんね、そう、生地自体がね壊れちゃったりとか破けちゃったりとかもまあ結構あるから、そういうのも考えつつ選んだかな。しましまパンツ好きなのよ、うん、そう、あれおじさん受け悪いんだよねそう、みんな好きかと思ってた。だってバカボンのに出てくるなんちゃらのパンツってよく言われる。でも女の子のアニメのキャラクターとか割とパンチラーのパンツじゃない？そう、でもあれってさ横島じゃん。そっか、でもあの横島だと膨張するかなと思って縦島に、あえて縦島にしたんですよあえてね、それがねダメだったみたい横島のままにしときゃよかったと思った。難しい、そう、あれがダメだったみたい、やっぱ次は横島かなとも思って。皆さん違うなどうなんだろうね、実は好きなのかな、みんなどうなんだろう。なるほどね、分かんないけど、あ、私は好きだけど、うん、私は好き、うん、あれ、うん、あやののツイッターアドレスは概要欄にアドレス貼っとくので、そこ見ればまあ大体どこで何やってるとか、ね、いつ試合があってとか、うん、そういう情報は見られるかな。見られますね、うん、続々と次の情報もどんどん更新しているので、こちらをご覧いただければと。アクトレスガール、そう、アクトレスガールズ の公式ツイッターもございますので、うん、そちらも見ていただければ試合の情報が載っておりますのでよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、まあそんな感じで急遽あやのスペシャルでした。なんかフィーチャーしてもらって、そう、ありがとうございます。すいません、すいません、恐縮です。じゃあ最後に喉がそのなんだろう、そんな女子プロをやっているあやのに対してなんか一言どうぞ。あやのに対して。いや、なんかどんな感想とかさ、なんかどう今までのさ、そういうあやのを見ててさ。でも正直。怪我してくることもあって、うんうん、それがやっぱり近くで見てると心配になることも、うんうん、あやのたんもお母さんと離れてるし、私もお母さんと離れてる分ちょっと保護者の気持ちもあるの、私には、うんうんうん、心配になるけど、でも頑張ってるあやのたんのことを、うん、ツイッターでもね出てくるし、うん、
ファンの皆様から報告もくれるから、うん、頑張ってる綾乃たんは本当にかっこいいなっていつも近くで思ってるし、本当に私も試合見に行くから待ってて、待ってる、また来てね。そう、行きたいのよ本当に。私は後楽園に行きたいってずっと思ってるけど、後楽園いつも水曜日、月曜、金曜日とか月曜日とかね、配信にかぶってるからね。後楽園に行くのが私の目標、目標ね、うん、もしね、はい、会えたらね、うん、応援に行きます。はい、ます。みんなもぜひぜひ綾乃ちゃんが頑張っているところを生で応援したり、ぜひぜひツイッターのフォローだったりよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、帰りますか。帰ろう帰ろう帰ろう。じゃあ、信じてください。みんな今すぐチャンネル登録とグッドボタン押すんだ。よろしく。押したかい。そして綾乃たんのツイッターもフォローするんだ。お願いします。それじゃあみんな、動画最後まで見てくれてありがとう。シンシン。以上、今日は綾乃たんをフィーチャーしました。みんな次回の動画も楽しみにね。待っててね。それじゃあみんな、またね。バイバイ。バイバイ。バイバーイ。バイバーイ。セルフ。